なんかさ、配信始めたらあくび出る。ショールーム画面見たらあくび出る。思考ガチあくび。コータさん、ジョンファンさん、スケさん、キョンシーさん、タクアンさん、スミッコさん、アオニくん、セリアさん、スマイルさん、キノコ、ガモーさん、ヒロフミさん、ユウちゃんかわいい、ユウトー、ユウさん、ありがとうございます。広島を別に大雨じゃなかったよ、日中は。で、髪の毛がね、雨で湿気ることなんてないですよ。湿気でパヤパヤにパヤパヤになることあるけど、湿気ることなんて普通ないですよ。ね、ヤジウマさん、なにこれ、キノコグマ、20世紀トモちゃん、クマ、吉田健一さん、中野さん、ケイセキさん、ありがとうございます。広島県内のいろんなところのなんか大雨情報が携帯に鳴り響いて、それで朝何回も目覚まさせられた。最後の音うるさいって感じだった。そう、一生鳴ってね。そう、全然関係ないところとかなりすぎて、最初はびっくりして起きたけど、もう後からうるさい。
えんちゃん、奥ゆきさん、おいでもせ元気さん、ありがとうございます。今日ドーナツ2個買って、もう2個とも食べ終わりました。食後のデザートとして食後のデザート。なんかポン・デ・リングってさ、マジで気づいたらなくなっとる、あれみたいな。なんか丸減ったってなる。そう、絶対食べるって言った分言ったやつ。そう、ミスドに行く機会があったから買っただけです。私一人だったら、普段はいかん、わざわざ一人でいかんけど、行く機会があったから前髪伸びましたねって。伸びてないですよ、定期的に切ってるんでそんな毎日細かく見てるみたいな言い方しないで。ポンデリング家で作れるよ、そういう話じゃない。じゃあわざわざ一個ずつ揚げて作るんか、食べたいって思ったら。そんな完璧に何でも再現できてたらお店はいらないんですよ。何を言ってるんですか。毎日見てませんよ、笑って反論された。知ってるよ、私は。そうだよ、私はね、そのコメントでも誰が言ってるか分かって言ってるから、周りの人からしたら、まあそんな突っ込んでと思うかもしれないけど、ちゃんと適当にこっちは発言してませんから。鉄言そう、私は適当発言してませんので、摘発しますよ。そうだから、毎日見てないの分かってるからこそ毎日見てるかのようなコメントしないでって言ってるんですよ。最近どうって、どうって何どうって何、具体的に言ってくれ。適当にトークテーマを与えましたみたいな感じ出すな。今日は無印でね、買ったんですよ。おととい2日前ピリリの時も無印行っていろいろ買ったんですけど、今日はなんか本当にお菓子いっぱい買っちゃいましたね。これが好きなメリコロちゃん、これが好きで、これはもう今日で一袋なくなりました。これを求めていった。夢の国に行った気分になれる、
クランチチョコ、これも見つけたら買っちゃいました。そう、ご飯系もねめっちゃ悩んだけど、いろいろちょっと買いすぎてもと思って買わなかった。マジで美味しい、クランチチョコめっちゃ好き。お土産で一番もらって嬉しい。ペロ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 。無印のお菓子とかは信用できる、信頼がある。マグさん、ひーちゃん、みきやくん、すけさん、ありがとうございます。なんかいっぱいあった、本当にいろいろ、パスタとかさ結構いろいろあるけん買おうかなって思ったけど、そういろいろね買うか悩んだけど、とりあえず今回はとりあえず今回はね買いますでした。なんか今日背中が痛い。でも開けたら秒でなくなる自信があるね。そう、スーパーとかでお菓子見ようと思ってもあんまりなんか惹かれることなかったけど、めっちゃ今日は惹かれるものがあって、これでも選び抜いて買った物たち。そう、無印さ、パッケージでさ、なんか美味しそうに見えるのもあるよね。パッケージって大事じゃない？開けたら全部食べるのがお菓子への礼儀って、まあ礼儀かどうかは知りませんけど、私は残せない、なんかあんま残せんタイプ。なんかそう、ドーナツとか、まあ、パンとかも何個2個とか3個買ってもその日で食べきってしまう。次の日になんかあんまり持ち越せん、あったら食べてしまう。隠してもさ、自分で隠しとるけんさ、場所がわかるけんさ、なんか実質隠せてない。一つ残して翌日も楽しみたいタイプ。すごい、それをできるのはいいですね。高いとこに置いとくしかって、自分で置けるような高いとこは届くから取れるよ。
けるってことは取れるからね。目につかないだけでも変わるかとって、変わりません。そんなことで変わっていったらとっくに変わってます。仮に引き出しに直して片付けたとしても、もう自分でそこに収納したけん、もうそれは透けて見えている。自分の中で、自分の脳の中でもう透けて見えているので無意味。まあ何日かその置いて、なんかどっかにじゃあ隠そうとして、こういうとこに隠してまあ遠征とか行ったら忘れとったみたいな、帰ってきてちょっと経ってあみたいな、次の日あとかあるかもしれんけど、普通にある置いとる分に関しては余裕で透けて見える。でもさ、一定期間を超えるとなんか惹かれんくなるよね、そのものに対して。グミとかも買って、まあほぼ食べ、まあ半分ないぐらいちょっと残ったとして、なんかだんだんそれが惹かれんくなっていくよ。なんかだんだん美味しそうに見えんくなって、そうずっと置いてやったらそれはそれで逆にずっと食べてないみたいな、よくわからん感じになる。姿勢悪い。ひたパパさんありがとうございます。わかる？あら、本当ですか？乙女心じゃないでしょ、これは。それは別に乙女心じゃない。てか多分普通にその気分じゃないだけなんだと思うんですけどね。ただただ。ただもうその時が気分じゃない。不意に。あ、これある、食べようってなる時もあるし、ただ気分じゃないだけだと思います。それが家にあるかないかなだけで。そう、ただそこにあるのかどうかっていうその差。人にもそうって、どういうこと？何て言うか、おかしい、意味わからん、全然人に例えれん。何しようかな。でも今日、あ、そう、これともう一個ないけど、なんかヤンニョムチキン味、ヤンニョムチキン味のスナックみたいなやつも買ったんよ。それはもう食べちゃったんですよ、食後のデザートに。食後のデザート多すぎ問題。
それも美味しかった。前までごぼうチップみたいなやつあったんやけど、それはねもうなかった。ごぼうはなかったんですけど、ヤンニョム、ヤンニョムチキン、そう無印のやつ。心の困りごと相談室さん、ツネイトさん、モンブランさん、ありがとうございます。そう別にそんな全然辛くもなかったけどね。リクロおじさんは半分ないぐらい、あとどんぐらいかな、3分の1ぐらいかな、3分の1ぐらいは残ってるかな。いやどうやろ、昨日で半分、あーまあでもあれ半分、3分の1もないかな、分からん。昨日で半分ぐらい食べたけん一気に、なんか今日は食べたいってあんまならんかったって言いながら食べたんですけどね。もう切って、そう直し収納、切って収納、切って冷蔵庫に今入れとるけんさ。こうやってこうベンツマークの一かけら分ぐらい残っとるかもしれない。そのそれが2等分ぐらいは残っとるかもしれない。帰ってきた時に一かけら食べて、昨日半分ぐらい食べて、今日一かけら、まあ割と、まあね、あのワンホールを一人で食べてたらさすがにね3日ぐらいは持ってないとおかしな話よね冷静に考えたら。そうですよ、だってねカフェに行ったらもうあのワンブロック、ワンブロック、もう1ピースで高いですから。カフェには違う楽しみがあるんでね、いいんですけど。さあハーブスやったっけ、もう行ってみたいんよね。なかなかそういう時間はないけど、ミルフィーユが有名な、でも私はミルフィーユじゃなくてもいいか、タルトか、タルト食べたい。ハーベスやったっけ、何やったっけ、ははハーブス、ハーベス、ハーベス、ハーブス、まあ、東京とかにもあるんやけどね、ハーブス、ハーブスのケーキ食べたい。
たまに道路にハーブスのトラックが走っとる。黄色い。みんなも知ったら今度から目に入るかもしれん。ハーブスのトラック、ケーキを運んでいます。そう、心斎橋パルコの中にねあるよ。けどなかなかそこに行く時間はねいつもないので。東京ルミネ、新宿のルミネとかに店舗あるんやけど、新宿のルミネはいっつも並んどる。もういっつも行列ができてます。結構年齢層幅広くお客さんおるイメージ。まあね、ルミネ自体いつも人多いからね。みなとみらいにも、みなとみらい、あ、そうなの。まあでもいろんなとこにあるよね。でもね、確かね、福岡にはもうないん。福岡にはまだ進出してきてない。そういうのが意外とね、広島に先に来たりするパターンもありそう。サウナ配信流行りのもの知れる。まあ流行りではないけどね、別に今めっちゃトレンドってわけではないけど、まあ人気、まあいつか女性とちょっと時間を潰さないといけないみたいななった時に、じゃあハーブスでも行こうか、ハーブスでちょっとタルトでも食べて時間潰そうかみたいなこと言えたら素敵ってなるかもしれん。そうそうそう。そうそうそう。知っておくとね。いつか。役に立つ時が、何かしら役に立つ時があるかもしれないじゃないですか。なんかおすすめの、今度友達が誕生日でみたいな、なんかおすすめのケーキ屋さんありませんかとか言われた時に、あ、ハーブスとかいいと思うよってホールで買うとまあちょっと高いけどねみたいな、ハーブスいいと思うよって言えたら、よくそんなとこ知ってますね、友達めっちゃ喜んでくれましたって、ありがとうございますって言われるかもしれない。
その言い方したらちょっとやろって。言い方じゃないよ、誰が言うかだから。サラがもし言われたら、じゃあ空き時間があって、じゃあちょっとハーブスで、ハーブスにケーキでも食べに行くって言われたら素敵ってなる。まあサラは食い気味で、はいはいはい、いつか来るかわからないけど、さりげない言い方できるようにしておきますって受ける。そうですよ、そういう努力が実を結びます。あたいが言っても無理って。そうね、あたいたちに言われたら、おごりおごり、ケーキの喜びよりもそっち。食べちゃおうかな。あ、簡単に開いたから食べちゃおう。袋の中を、10個ぐらい入ってる。残念でした、8個です。ジェリーさん、めっちゃキノコさん、ありがとうございます。なんか今日下まつげいい感じじゃない。もうちょっとしたら、メール送らないと。あ、そう、インスタもね投稿しましたので見てください。いいね、コメントお待ちしています。結構枚数載せたので、スライドして全部見てください。もうちょっとしたらメール送れるって言ったけど、今日はあと2通送りたいので今から送ります。犬？あ、犬ね、それはストーリー。
福岡のお店白いお店が多いって。えー、そうでもないよ、私が白いとこしか行かないだけでそう、白いとこしか行かないだけで、そうでもない、なんか福岡も割となんか系統がある。やっぱサラが好きな感じの白い大理石系が多いのはやっぱ東京ですね。まあその次に大阪とかかな。福岡はまあ結構行き尽くしたっていうのもあるけど、そんな多くはないかもしれない。白は白でもさ、ただの白じゃ、ただの白ならね、もはや家でもいいからね。ただの白だったら、ただ白いテーブルでってだけならそんなんはどこでもいいっていう話になるんでね。それじゃダメです。知るけりゃいいって話じゃないんですよ。10分でメール2通送ります。まあ広島はね本当に行き尽くしちゃいましたね。クランチ、またちょっと新しいところがオープンしてくれない限り、さ、これ食べて思い出したけどさ、前にさクランチチョコ作ったよね。配信で作ったのかな、なんか作った気がする。バレンタインかな。あれも美味しかった。レンタイン配信か、ね、記憶にある。福岡で作ってた？マジで言ってる？そう？うん？そうだっけ？バレンタインまであと3ヶ月ちょいって聞きたくない。イコール誕生日までもあと3ヶ月ちょいだもん。聞きたくありまへん。
私は今メールを打っています。これはいいメールです。送ろうと思って送ってなかったやつ。よし、あら、もう55分だから最後のも一気に送っちゃいます。集中、ちょっとあと1分ぐらい待ってください。あと1分。あと1分で よし、オッケーです。任務完了。任務完了。よいしょ。2通連続ぐらいで届くかもしれない。
はい。何喋っとったっけ？忘れた。まあ特にないです。もう話すことは終わりました。話すことは終わっちゃいました。最近はレッスンの日、まあそうだね。でもまあちょこちょこね、お話し会とかくだらないととかピリリとかなんかいろ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 ね、いろいろあったけど、白いカフェよりあなたが好きみたいな話してたよって。嘘つきは嫌いです。嘘つきは嫌いですからね。一日の終わりを感じる瞬間はやメールを送った時、いやショールームが終わった時。やけん10時22時になるより前にショールーム終わっとったら、まあ22時までにメールを送って任務完了って感じするけど、まあ普通にこうやって配信しとる時は、配信しとる間はまだっていうか、まあ配信終わった時の方がかな。東京衛星で自由時間あるといいねって。ないね。ないね。ないですね。行ったり来たりになるんで。まああるのが当たり前じゃないからね。合間に合間を縫って、まあ私は行ったりしてますけど、行けたりしてますけど、お仕事で行ってるので、まああったらいいなとは思うけど、ないですね。なんか広島から東京直通の新幹線とかできんかな。それでもあんまり、あでもそしたらどんぐらい変わるんやろね。30分ぐらいは早くなるんかな、泊まる場所と。泊まる場所と、スピードを考えたら30分ぐらいは縮むかな。どんぐらい縮むんやろ。もっと縮むんかな。ずっとあのスピード感で行ったら結構速そう。飛行機でええやんって。空港がね、広島市内にボーンと現れてくれたら。現れてくれたら
のぞみ大阪名古屋は飛ばせんでしょって。そんなガチな話してないから。マジレスおじさんしないで。計算上30分短縮できそうで、すごいね。平均4分縮み、1、2、3、4、5、6、7、確かに30分ぐらい縮む。まあそれでも3時間半か。まあでも飛行機乗って思う、たまに飛行機乗って思うのは、まあ、荷物を預けてとかさ、まあ、荷物検査してとか、何分前には入ってて、で離陸までも時間が経ってみたいなって考えたら、もうポッと乗れる新幹線は超ありがたい。リニアができたら大阪東京間が60分になる。なんだと、なんですと。飛行機乗ったことないですって。なんで？それは意図してですか？それともただ乗る機会がなかったのか。飛行機なんて恐ろしいですみたいな感じなのか。飛行機が恐ろしくて、鹿児島から東京まで新幹線で行った。え？長っ。だって博多から東京で5時間ぐらいかかるのに、そこからプラスで鹿児島。え？飛行機代が高い。もう世の中全部高いんじゃない？もうホテルも飛行機も。全部なくなりそう、やばい。うん、さ、バス乗ったことない。
発着が怖いって。飛行機あれが楽しいんじゃないアトラクションみたいで飛び立つ瞬間。チケットとかにはお金出しても交通費とかは削るっていいじゃん、素晴らしいじゃん。使うとこには使う、削れるところは削る。飛行機を怖いって思ったことないな。なんでやろう、ないな。さ、飛行機なんなら結構好き。ちっちゃい頃ね、福岡空港にマジで週末とか休みの日土日とか空港、福岡空港になんかさ、ちっちゃい頃異常に飛行機が好きで、そう見に、まあ、ちっちゃい頃からちょっとオタク気質あったんかもしれん、何かしらのそうで見に行って、今みたい、今の福岡空港とはもう全然ね、中身も違ったけど、滑走路とかの見えるご飯屋さんでに行ってお昼ご飯食べて帰ったりしよったぐらい、なんか空港が好きやったんか飛行機かな、なんかね、まあ何って言われたらめっちゃ覚えとる、全然なんかその何飛行機の形がどうとかそんなん全く分からんけど、なんか好きでね、めっちゃ連れてってもらっとったね今思えば。福岡空港から飛び出す時実家見えるって、見えるよ大豪邸だから上から見てもすぐ分かる、学校ぐらい分かるよすぐ。そうめっちゃね、本当にめっちゃなんでか分からんけどめっちゃそうめっちゃ飛行機好きで行きよったんよね。別にそんな飛行機の写真撮るわけでもないし、写真撮るわけでもないし、何って別にないけど、そう飛行機が好きでね。まあ飛行機、まあ福岡は空港がそのさ市内にあるっていうのでさ、車とかに乗っとったらさ、もうここもうほぼここを通っていくみたいなのが全然当たり前やけどさ、なんでか分からんけどめっちゃ飛行機、好きでランチとか行ってましたね。ランチお昼は、そう窓側の席に案内されんかった時ちょっと不服そう見えんけんさ飛行機は怖いと思ったことはないね。ちっちゃい頃から乗っとったっていうのもあるんかな、分からんけど。
高校生で初めて乗った時緊張したって。いやなんかおったな、修学旅行の時とか初めて乗る人とかがさ、まあほぼ学校の人しか乗ってないけんいいんやけどさ、あのゴーの瞬間になんかキャーみたいな学生って感じ、学生乗りって感じよね。さあ多分初めて乗った時は記憶にないぐらいの時覚えてない。寝ててスープ飲みそびれて悲しかった。そしたらもういつもスープにしてもらう派。みんなの初めて乗った飛行機エピソードが始まった。初めて乗った飛行機。ね、今年は2回海外に行けました。今年日本から出てませんって何それ急に。そうですか。初めて乗った飛行機が途中エンジントラブルで引き返したって。確かにそれ結構やだね。戻ってくるっていうのが嫌かも。なんか違うところに着きますならなんかまだいいけど、なんかもう戻ってきたってなるの嫌。
トラウマになりそう。まあ、そういうのを聞いたら怖いと思うかもしれないけど、いざ乗ればまあなんてことない方がそれは多いじゃないですか。そんなこと言ったらね、言うじゃん、なんかそんなん言ったら道歩いて事故に遭う確率の方がよっぽど高いって。まあそりゃそうよね、そりゃそうや。幼稚園児の頃はポケモンの飛行機見に行ってたって。そうかも、そらもそうかも。なんかキティちゃんの飛行機があったりとか。あ、そうかも、それかも。ポケモンあったわ、絶対あった。そう、そういうの、そういうのを見よ、そういうのを見よったんかも。わ、そうだ、懐かしいわ。確かにそれあるわ、絶対。背中が痛い。ふう。じゃあそろそろランキングもかな。では。いつもベレー帽みたいなのかぶってるイメージやったけど、最近かぶらない。いや、かぶってるよ。ただベレー帽をかぶる衣装を最近着てないだけ。制服を着てないっていうのがあるね。でも制服も冬になったけん着たい。さあ冬バージョンの方が好きなよね。今年の制服長袖ジャケットありの方が好きやけん、基本半袖より長袖の方が何でも好きやけんさ。そう、衣装とか長袖ベレー帽好きですよ。この冬ベレー帽いっぱいかぶりたいです。なんかこの前さ、ベレー帽は冬じゃないでしょみたいななんか言われたけど、冬こそベレー帽でしょって思うので、いっぱいかぶっていきたいですね。もこもこベレー帽。ではそろそろランキング読みたいと思います。まあ、ベレー帽にもいろいろあるかな。レーザーとかフェルト、あとはモコモコのやつとか。ではランキングを読みます。48位田中さん、24位ひーちゃん、13位すみっこさん、12位りゅういちさん、11位まぐさん、10位すけさん、9位ジェリーさん、8位ゆたパパ007さん、007さんか、7位めっちゃきのこさん、6位ピラシさん、5位ビタミンさん、4位ゆーちゃん、3位20世紀ともちゃん、2位セリアさん、1位やじうまさん、ありがとうございました。それでは、あ、そうね、メールが届いていると思うので、いいメールいいメール読んでください。おもろメール、おもろメール読んでください。それでは終わります。インスタも見てください。バイバーイ。グッドバイ。